はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ と、ホロライブのね、コラボイベントが9月1日から開催する予定で、今回のテーマはペアで5組ね、10人のキャラのね、情報が出てきたんですが、種族とね必殺技の情報も出てきましたんで、こちらもね紹介していきたいと思います。ちょっとランクは分かんないんですけど、なんとなく想像できるような感じになってますね。で、一応これ正月の時点の時なんですが、この時は18人いたんですけど、今回ね、まあ新しく2人入って20体って感じですかね。はい、ということで紹介していきましょう。ということで今回新しくね、こちらラプラスダクネスさん、はい、入りました。で、色の通りね、不気味でしたね。はい、ということで必殺技滑目せよで全ての妖怪プニを消し一体攻撃&敵をサボらせるということで、まあ大体ねホロライブって新キャラは ZZ までっていう感じあるので、まあ ZZZ じゃなさそうだなっていう感じはするんですが、はい、どうなんですかねって感じですね。で、あと白衣小百合さんが不思議として入ってきましたね。で、こちらも必殺技中央消し一体攻撃&ヒットポイント回復とあるので、まあこれも ZZ までかなっていう感じはするんだけどね。はい、一応この2人がね、19人目20人目のねキャラクターになるって感じですかね。はい、新キャラです。で、今日ね紹介が情報公開されたのが、桜美子ちゃんとあと水星ちゃんの方で、このペアでね。で、桜美子さんはニョロロンで、なんとなくその後の水星さん見てると多分桜美子さんって Z ランクだったのかな。今回 ZZZ か UZ 候補なんじゃないかなと思ってます。まあ必殺技的に ZZZ かな。縦一線に妖怪プニ消し一体攻撃ということで、まあニョロロンはね今までと一緒なので帽子かぶってんな。はい、そんな感じなんですが、水星さんブライトの方が、まあ、こちらもね前回と一緒でうすら影だよね。はい、うすら影で、まあ、フィーバー中は効果アップということでスーパーフィーバーなんですけど、フィーバー中に発動するとフィーバーの時間が長くなってダメージが大幅に上がるよ。時間が長くなるってスーパーフィーバーって前からそうなんでしたっけちょっとわかんないですけど、まあ、スーパーフィーバーいい必殺技でもあるので、これが ZZZ か UZ の確率はまああんのかなっていうね。まあでもスーパーフィーバーなかなか UZ 出さないんだっけ。はい、まあなんですけど、まあこの子たちはね、今まで出たことあるのでランクアップねする可能性があるのかななんて思ってますかね。はい、そしてスバルちゃんとおかゆさんですね。こちらが今回の、まあ、右上に見ればいいと思うんですけどアイコンになってて、一応この浴衣キャラは前回と同じく不思議になってまして、君も一緒に行こうで全消しで一体攻撃3種の妖怪プニ整理。まあこれ前回 ZZ だったんですけど、こっちかな ZZZ ね。でおかゆさんも不思議で、これがここが一押しってのがあるんですけど、デカプニを消すといつもより技を貯めれるよ。あ、これは全消し一体攻撃デカプニの技ゲージ増加で、まあ定番の必殺技なんですけど、今回こっちかな ?ZZZ。ねえ。一応彼女たちは前回も ZZ だったので、前々回かな、はい。どうなるのかっていうとこですかね。はい。こんな感じで、ペア必殺技にね、今回はなってますね。で、大本命のね、私が大好きなウサダペコラは、最近でも配信見てねえな。あの、私、ドラクエ5のね、ブラウニーが大好きなんですけど、ただね、必殺技、最強クラスの必殺技が来てまして、デカプニ4つ作りね、周囲を消して一体攻撃っていうね、はい、最近、まあ、あとはちょっとスキルが気になるところなんですが、まあ、これでね、溜まった状態スタートだったらね、今後も、まあこのゲームが終わるまでね使える妖怪にはなると思うので、まあウサダペコラさんはね、まあずっと言ってますけど、配信でちゃんとプニプニをあのプニットショットもボスもちゃんと倒してクリアする人私初めて見たので、ヒカキンさんとかも手を抜いてガシャぐらいしかやんなかったんでね、
だから私この人すごいなと思ってるんですけど、まあねえ、大体の人がガシャ適当に回して終わっちゃうところをちゃんとクリアまでね、いやかなり大変だと思うんだけどね、忙しいと思うのに。いやしかもプニプニね、ほとんど初心者っていうかね、普段あんまやんないだろうし、だからね、ほんとね、最強のランクと最強の必殺技いつかつけてあげてくれと思ってたんですけどね、来てくれましたね、デカプニ4つ作りということで、はい、今回ね。であといつも、恵まれてるマリンさんの方は今回ね、攻撃力アップさらにデカプニ作るになってるので、まあ、最近この類の妖怪って大ボスになってる、封印のボスになってることが多いので、なんとなく今回マリンがボスなんじゃないかなというね、まあどうでもいいけど、ウサダペコラなんか手抜きされてるよな、あごめんごめん、なんか最近この攻撃力アップ系が封印ボスになりがちなので、なんとなくマリンボスなんじゃないかなというふうに思ってますね。どうなんでしょう。そう、そういう意味だと最初の2人がプニットショットのあれ、あーでもどうなんだろうな、あーこのアイコンの2人かな、アイコンの2人がなんとなくプニットショットの2人なんじゃないかなっていうね。あ、今回プニットショットか分かんないけど、まあ、おはじきかもしんないけどね、はい、のこっちのボスで、マリンが封印ボスなんじゃないかなと予想しております。でフレアさんについては、まあ、必殺技がねシンプル攻撃力アップなので、ちょっと今回も、まあ、最悪 Z ランクになりそうだなっていう感じがするんですが、まあ ZZ 系なのかなっていうところと、まあ、前回ね種族効果アップだったノエルさんが ZZ でね、はい、種族効果アップなんで歴史的妖怪だったんですけど、全消しで一体攻撃&ヒットポイント回復っていう、まあなんかあんま普通系の必殺技なので、まあ、この子たち ZZ 候補なのかなっていう感じはするんですが、はい、一応こんな感じで10体ね。やっぱり本命は、おはじきかプニットショットのボスたちは、このスバルと浴衣コンビで、やっぱ大ボスと一番目玉ガシャがペコラとマリンになるのか。そして、まあ、一応復刻がね、今回出なかった、まあ、吹雪とかね、おかゆさん、過去3回大貢献したこの3体がね、この2人がね、はい、復刻の目玉になってくんのかな。ちょっと、ホロライブの事情は知らないんですが、ペコラさんとマリンさんは4回連続出場ですが、まあ、これでね、ちょっと吹雪さんとコロネさんがね、出なくなってしまって、ね、アイコンキャラ、第3弾のね、左下に見える通り、アイコンキャラになってたので、ね、ちょっとね、出ないのは残念なんですが、まあ多分ね、結構人気だと思うから、第5弾もね、あると思うんで、その時に復活してもらえばいいんじゃないかなと思いますかね。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょう。一応、新、イベント新妖怪は10体ということで、まあ、新キャラ2人ということでね、はい、そんな感じで。10体ならね、で、今回2人加わって20人。多分またなんか、フォローハート送るとかね、あると思うので、まあはい、その辺も楽しみながら、友達召喚は今回はないと思うけどね、はい。なんとかね、無課金クリアできるよう頑張っていきましょう。UZ、やっぱこの、第1弾からの2人かな。どうなんでしょう。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。さよなら。結局、うすらかけ不気味不思議ポカポカ勇ましニョロロンか。まあ、全部いるか。